ほら、チンコ。バイ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 バーイ。やってきましたー。はい。おい食べバイバイ TV。ブー、ブー。はい。今日も対談企画です。よろしくお願いします。お願いします。でですね、今日来てもらってます。和歌山から、パイセン！ゲヨー見てやーベヨッポイポイチャンネル和歌山からやってきました、ケイヤと言います。ポイポイ TV です。ポイポイ TV か。ポイポイ TV。ポイポイ TV やな。和歌山を、拠点に、関西を中心でレゲエのアーティスト活動をやってるケイヤと言います。よろしくお願いします。はい。お願いします。はい。はい。まあ、もうだって。いや、多分、今対談企画やってる人の中では、一番長いと思う。うん、あ、ほんまに？うん。だって、あれ多分な、4年前とか。そう。いや、3年か4年ぐらい前。3年前ぐらいに、多分、出会ってるな。俺の記憶っすけど、ターンオーバーっすよね。そうやな。ガシ。堺東で、そうそう。レギュラーダンスをやってて、うん、で、ほんで、最初、何人かでやっててんけど、なんか途中で、その、主催者が、その、まあ、新しいやつ、来るから、みたいな、うん。あ、そうなの？どんなやつなの？まあ、来たらわかるわ。なせなちんやって。うん、で、まあ、全然知らん人らばっかりやったやん、うん、せなちんが、うん。で、俺らも知らんやん。うん、やけど、なんか、わっきゃわからん。バイブスでずっと絡んでくるからさ、こいつ大丈夫かなんだよ。それが3年前やな。うん、まあでもいろいろあったな。ありましたね。あの時は、はい、まあ、堺東、はい、俺が初めてライブした箱です。はい、いや俺も、まあちょっと某主催者の方に、まあ某主催者の方とは一応なんか仲良くしてて、あの他の男性ちょっと一緒になったりとかで仲良くしてて、でその某主催者の方が堺東で主催イベントをすると、セナチンよかったら出てやって言われて、あもちろんそん出ますよっつって、でそこで初めて行った時にケヤ君おって、で あ初めましてっつって、でそこで僕CD っていうか EP か、俺のやつじゃん、ブラックレインやったっけ。あやば、懐かしい。をもらったんですよ。お初めて出した、はいはい、手作りの EP。 俺その時に音源自分で撮ってもらって、うん、それ5曲6曲ぐらいかな、自分で CD 詰めて、初めてジャケットも自分で作ったやつを、 そうそう、そのイベントに来てくれた人全員に配ってて、懐かしい、懐かしいな。それもらって、まあ言うてもその初対面って、まあプレイっていうか、そのショーケース見て、うん、ああれ出したぐらいじゃないですか。まあ、で最後僕帰り、そう聞いて CD、 あこういう人なんやみたいな感じのイメージは強かったっす、ね。そういう印象っていうか、ちゃんとやってる人なんやみたいな。あん時は誰もうチンカスみたいな時やな。まあ今もだけど、もうあん時の音源とかはもう聞かれへんよな。まあ、面白いけどな、うん。で、その CD に入ってる曲を、まあ、俺がダブで撮ったりとか。ああ、そうやった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 。バーディースチェイサーとかね。進化すぎるんだけど、セナジンダブ撮ってくれたっていう。そうそうそう。多分2曲ぐらい撮ってくれたんだ、あの EP の中から。うん、多分あの曲多分俺ぐらいしか持ってないんちゃうかな。持ってないな。持ってないっすよね。うん。確か。記憶では、そうやな。でしょ。持ってない、持ってない。で、しかも、それ撮ってくれたダブを、うん、あれやん。2曲ともセナチンの自主制作 CD。そうそうそう。俺も前作って、前の動画でも言ったんですけど、デモ版でも俺の番っていう、なんか、アホな、題名の、ジャパニーズダブミックスを作ったんですよ。うん、で、その中に入れさせてもらって、2曲とも。そやな。はい。ちょっとお世話になりました。懐かしい。たまにかけるっすよ、あの曲は。たまにかけてるん？たまーにっすよ。どのタイミングでかけれるん、あれ。いや、なんかセグとかで。ああ、そうか、そうか、そうか。せやな、ジャパニーズそうそうダブミックスみたいな。オケのセグで、パワーユー君とか、パッサンとか入ってるんで、そのセグで、はいはいはい、はい。めっちゃレアな系が聞かしたるわ、みたいな感じで言って、かけてる。
もうそれはね、もう、掛け合う方がいいかも。歌い始めるときに、いろいろ考えてて、はいはい、名前を、はいはい。やっぱりその、俺最初、その、まあ、結構自分の名前にしてはるアーティストとか、いてるけど、うん、その、俺は自分の名前にするつもりはなかった。うん、で、まあ、5個ぐらいなんかいろいろ友達とか地元の連れとかに、こう、案出してもらったりとかしてて、はいはい、で、まあなんか、しっくりくるやつがないまま、うん、その、初ダンスが決まって、はいはいはい、フライヤーに初めて乗るっていうときに、その名前表記入るやんか。で俺、あ、どうしようかな名前と思って、うん、で、その時にそれまでに考えなあかんけど、その今まで考えてたもんが全部なんかもうボツやったから、はいはいはい、どないしようかなと思って、まあ地元の連れにパッて聞いて、まあ、また別のやつにパッて聞いた時に、やべ、そのままでええんちゃうみたいな言われて、うん、ほんで、まあ、俺本名ケイヤやねんけど、ローマ字言ったら KEIYA やねん。うん、でケイヤって別にアーティストっぽくてええけどな、別にパッてその初めて聞いた人が聞いても、うん、まあ、まあ大体わかるやん、あ、この人本名やなみたいな、うん、でもなんかその微妙なラインやから別に分かれへんのじゃんみたいな、その、うん、気にせんでもええんじゃんみたいな言われて、でそれ言われてからなんか自分の名前初めて好きになったというか、うん、でもうそのまま行こうかなって、そんな流れのまま行ってんけど、その表示だけをちょっとなんかいじくりたかったから、その俺ケイヤやねん、ケイヤやねんけど、いいね、あ、いうのいい、そうケイヤやねんけど、うん、みんなに呼ばれるとき言われやんねん、ケイヤやねん、みんな、確かに、そうだからケイヤにしようと思って、でまあ表記、まあ、KEHYA、まあ、K ちょっと伸ばして、それで今もやってる感じやな。なるほど。最初はうん、いろいろ考えてて、うん、他になんかあったんですか、ちなみに。あったよ、俺な、あの6月の梅雨の時期に生まれてんねんけど、はい、めちゃくちゃ雨男やねん、はい、で大事な日、まあ、例えば学校遠足とかさ、誰かとその連れて遊びに行く時もバーベキューする日とか絶対雨やって、はい、でもうめっちゃ雨男言われてて、ローマ字でそのまま雨男にしようかな。あ、雨、A-M-E、 そうそうそう、普通のローマ字表記の雨男みたいな。あぶね、こいつ野外イベントするとき呼ばれへんみたいな。雨ね、あぶね、あぶねとか、なんかその時単発の茶髪やって、うん、モンキーブラウンや、モンキーブラウン俺結構気に出てん、それでも俺それ却下されて、瞬発で友達に、うん、友達にダサすぎるんだ。まあ、おそらく俺が一番最初にレゲエという音楽を耳にしたのは、うん、中学校の時で、うん、そんぐらいの時に、うん、ラップとかさ、うん、レゲエとかさ聞き始めるんやろな、うん、まあ、世間的にというか分からへんけど、うん、俺の地元ではそうやって中学校ぐらいの時にちょっとブラックミュージックをね、そうやな、ちょっとなんかこう女子がハマってて、うん、中学校弁当やってんけど昼飯、うん、昼飯ばー食ってたら、あ、給食じゃないんや、給食ちゃうねん、マジか、そうなんか女子がレゲエかけ出し、うん、かけながら飯食ってて、かけながら、そう、あの携帯でな、はいはいはい、そんでまあガラケーやから、ガラケーでなんかこうレコ食かなんか知らんけど、そこで撮ってやな、うん、まあ、ジャパレゲをかけてたわけよ、うん、で変な音楽流れてんなと思ってて、うん、これ何の音楽なんやと思ってて、うん、最初それがまあヒップホップやったりとかレゲエと、まあ、そんと、まあ、何をかけとったのかはちょっと忘れたけど、あ、これがレゲエなんやって、それで初めて知って、そっからやな、まあでもそれが多分いっちゃん最初に耳にしたのは中学生の時やな、そっから、あ、俺もレゲエ聴こうって思い出したんが高校の時やな、うん、中学校の間はもう一切聞かなかったな、うんうんうん、あ、存在を知っただけ、知っただけ、あ、なるほどね、うん、だからちょっと遅かった、はいはい、レゲエに触れるのが遅かった、え、でも俺も高校からですよ、あ、そうな、うん、そんなもんなんかな、みんな、でもどうなの、いや、からもう俺とせや友達入りやな、うん、レゲエ知ったっていうのは、うん、歌い始めるきっかけっていうのは、うん、さあ歌おうってなったのは、ちょっと遡らなあかんねんけど、俺が初めて行った夜のダンス、ナイトのダンスがあって、イベントがあって、でそれまではずっとこうデイイベントばっかり行って、はいはい、デイイベントでっかいイベントばっかり行ってて、
で初めて行った 夜のイベントで一人の男の子に出会う、はい、出会うというかそもそもその子は俺が行くイベントに全部行ってたの。そのデイイベントに全部行ってて、でその行った夜のイベントにもおってん、その子が。で俺声かけてん、その子に。いつもいてますよねみたいな。まあほんなら俺の2つ下とかで、当時で18歳だよね、その子で。歌い手になりたいとか思いますみたいな言われて、で俺その時ちょっとこうリリック書いたりしててんやん。その別に歌いたいからとかじゃなくて、ちょっと書いてみようみたいな遊びでやってて、あでも歌詞とかは書いてるっすけどねみたいな話しとったら、なんその子がいや僕もねちょっと歌いたくて DJ になりたくてリリック書いてるんですよ、ちょっと一緒に歌いましょうみたいな。ほんで連絡先交換して、ようなんか予定合わせてその同じダンス行くようになって、その子の仲になって、うん、ほんならなんかまあこう会話していくうちに、なんかその子のその夢みたいなのが、夢みたいなのをこう聞いた時になんかまあちょ、まあ音楽で売れたいっていうところから入って、まあ、その家族養いたいとか世界一周したいみたいな、そのええなみたいな話しとって、それに俺めっちゃなんか食らってんか、その時なんかこいつめっちゃ、まあ、ニコしたやんか、俺何も考えてなかったのにさ、うんうん、なんかめっちゃしっかりした考えを俺にぶつけてきたん。でその時にうわなんかちょっと俺負けてられんなと思って、じゃあもうなんか自然に言ってたな。もうその子は誰なんすか？その子はもうちょっと今歌ってないねん。あ、そうなんや。結局その歌、まあ音信不通になってんけど自然に、うん、んで歌ってるかどうかもわからんままずるずる言ってて、で俺がまあ歌い始めたとで、まあ名前も聞けへんし、もう現場も見れへんようになったから、多分まあどこで何してるか分からんねんけど、ああまあでもその子のおかげでもあるな。ああなるほどね。なんかもう、あじゃあ俺ラバダブ歌いに行こうって勝手になってて、うん、その子がおらんくてもなんか歌いに行くようになってみたいな感じで、それがまあほんま歌うきっかけって言ったらそれやな。ああ、うん。パイパイ TV、 パイパイ 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 T